はっきり、またはっきり。君らは？いや、まだ残ってる。はい。はいよ。登りづらいんだよね。よいしょ。足が上がって。そうだよ。これをね、なんかうまくこう引っ掛けるのを作ろうと思ったんだ。なんかこれ網のコードを持ってきました。これで、でも滑ったやかな。これでさ、この辺縛って止まってねえかな。ギューってすればなんか止まりそうな気がするんだけどな。そっか、待ってね、こうやって、こうやって、こうギュッてやって、はい、ロープワークですね。ちっちゃかった。向こうに、もう一個向こうにやって、ここをキュッてやって、ここに入れる。それで引っ張ると、ギュギュッと。ロックされるんだけど、ロープが滑るのか。本当はこれロープ滑らないのだってやれば大丈夫なんだけど、ダメかな。おったか。端っこドリルで穴開けるか。ダメだな。はい、とりあえず止まった。これをこの辺に入れて、ここ出しといて、そして引っ掛けて、そうすると下に落ちなくて使えるんじゃないかと。あ、そうか、この先っちょに団子作る。この先っちょに暖房を作れば、ここからほらこけて出てこない。ちょっと穴がでっかいから、もう一つ。そんなことやってるうちに時間が経っちゃうんじゃないか。本当はこの縁にドリルで穴も埋めばいいんだね。GoPro ビデオストップ。はい、結局ここに穴を開けてきました。これでいいんだよ。そうするとポケットが真っ赤かにならないんだよ。で、社長が使うときにはこう使わないだろうから、溶けるようにしておいて、はい、よし、行くぞ。これで速くなるだろう。メガネも。なぜ今まで思いつかなかったんでしょう。ねえ、ねえ、
これで本当はコンテナに集めといてやれば、うちでやってた時と変わらないスピードになると思うんだけれど、ね、よし、はい、マーカーは吊るして使えの回でした。おしまい。 GoPro ビデオストップ。あ、止まってない、はい、バイバイバイ言ってください。はい、 GoPro ビデオストップ。